Konnichiwa, what's going on everybody? It's Shama, and today we've got an amazing guest here, Matt, from Matt vs. Japan. Hey guys. Matt speaks freaking amazing Japanese. This guy is like so dope. Mm-hmm. So we've been playing a lot of VR chat, you know, to pass the time, but also to up our language abilities. The thing about VR chat is like it's a virtual world. Nobody really knows who you are. So in this video, you know, I'm going to be trying to pretend to be Chinese, but you know, we're going to be putting up more content on Matt's channel as well. So if you guys want to go see some more examples of Matt's amazing Japanese, you gotta go check that video out on his channel. So, yeah. Awesome. Thanks, guys. Let's go, man. Let's go. この中に中国語できる人いませんか？ああ、中国語喋れないです。中国語わかんないです。これは、その僕の友達で、ちょっと中国の方なんですけど、友達作りたくて。おー、そうそう。Hey, hello, hello, hello. I speak a Chinese. Chinese and English, English too. Oh.I see. I only can speak English a little. いやでも英語上手いと思う。あ、本当ですか？なんか英会話始めました。いいですね。まあ、この VR チャットとかも、まあ、英会話みたいなもんなんですよね。Yeah, dude. そうっすよね。うん。Yeah, dude. I think your English is pretty good. うん。あ、すごい。なんか、あ、すごい。なんか、上手な英語が聞こえたけど、誰喋りました？ Hi.That's me. I'm American. 気づきませんでしたか？すげー。山崎って書いてある。日本語。あ、はい。アメリカ人なんですけど。嘘。嘘。マジか。Yeah, I'm American. 気づかなかった。あ、マジっすか。すげー。どのくらいですか？日本に来て。いや、もう今普通にアメリカで、もう、まあ高校生の時に半年だけその留学はしたんですけど、でも、もうかれこれ10年ぐらい日本語を勉強してるんで、あ、ベテランだわ。そうなんだ。めちゃくちゃ、わからなかった、はい、最初。本当に日本人だと思った。山崎って書いてあるし。山崎って書いてある、まあ。そうね、ちょっと、ドッキリ仕掛けようとしてて、ちょっと、その、日本語を勉強してる、その、アメリカ人とかに、自分が日本人だと思わせといて、で、その後も、急に完璧な英語に切り替わるっていう。さあ、いやー、やりますね。基本的に日本人。わお、に、ハロー。你这个アバター好漂亮啊。まあ、这也是一股东南亚味。你说我说话吗？东南亚人吗？对，他是。哦、oh, ，我不是啊，我不是啊，你们猜一猜啊。你不是吗？我不是啊，但是我会说中文呢、啊。哪里猜？啊，广西。不是中国人吧？我觉得。嗯。首先是不是中国人？肯定不是。怎么样啊？这个口音不可能是中国人。是不是中国人。No guys, I'm actually American. Where's your 美国人？其实。哇哇。啊、那你中文很好哎、欸，还好吧？美国人的话对中文很好。谢谢你们都是中国人吗？有些不是，有马来西亚的，有德国的。哦、oh, ，马来西亚。这个，我刚才是专门想要模仿一个马来西亚口音，我是。对啊，所以我就听了说一股东南亚味啊。It sounds like a YouTuber I know. Oh yeah, which one? 小吗？小吗？哎，猜对了呀！No way, man! No way! Yes, yes, amazing! 很棒啊！你是 YouTuber 吗、？No way, it's amazing! 对，小马，你好。啊、oh, ，Hi guys, I saw your video. Really just an hour ago, and then I just went to go practice some Chinese in the VR chat. Yeah, this is a great place.非常难，非常难，对，是挺难的，对呀、啊，我都觉得难，对呀、啊，连中国人都觉得中文很难啊，真的难。你学习了多久吗？等等，你是那个小马哥？对呀、啊。哇哦！就我不认识吗？我是很惊讶你会玩这个游戏。对呀、啊。我是因为我们最近是那个纽约都被隔离了，所以餐厅啊、超市啊什么都关了，我不能出门。等等，小马哥是哪个小马哥？我怎么听有点……哦，我就在网上那个 YouTube 上做视频。哦，好像是有，好像有。想起来了吗 ？I'm still very confused because I really met you. That is amazing. 因为 yeah， 能把那个 your videos are really amazing. Like こんにちは。ていうか、
他のことに考えちゃいました。こんにちは。考えちゃいましたね。うん、はい、こんにちは。うん、えつかささんは台湾人ですか？ちょっと当ててみな。私はどこから来ましたの？おお、なるほど。台湾なのでは？いや、私はリアル人。ああ、なるほど。はい、冗談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 、ごめん、ごめん、これ、これはいつもやっているの、冗談ですからね。はいはい、台湾人ですよ。なるほど。じゃあ、僕の出身も当ててみます？興味ないですけど、当てなくてもいいかな。興味ないか。ごめん、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 冗談。傷つくじゃん、普通に。ああ、普通に傷つくよね。ごめん、私はそういう人ですからね。じゃあちょっとそのもっと日本語を喋ってもらえませんかな。アクセントで判断する。え、な、何喋ったらいいんですか。うん、じゃあそのはじめましてからでいいじゃないですか。自己紹介というやつ。はじめまして、その山崎です。よろしくお願いします。うん、うん、で、あ、じゃあ今年はおいくつですか。あ、25です。25か。今何の仕事をしているの。あ、実は YouTube を仕事にしてるんですよね、今一応。あ、はい、え、YouTuber なの。俺、山崎さん日本人じゃない、うん、で、どうです、わかりましたか。え、日本人。俺、私も日本人だと思います、おみむさん。でも多分この質問をするば、うん、多分日本人じゃないと思いますよ。うん、じゃあ私はその答えは日本人で。あ、日本人、ファイナルアンサー、日本人。うん、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、はい。いや、実はアメリカ人なんですよ。嘘。ちょっと、ま、待った。いやいや、でも、ま、待った。それは、え、日系アメリカ人。いやいや、もう普通にもう、アメリカは生まれ育ちで、うん、もう普通に顔も白人で、うん、10年ぐらい日本語を勉強してます。うん、あ、10年か。あ、じゃあお母さんとお父さんが日本語話すわけじゃなくて。いやいや、うん、はい、全然話せません。もう家族で日本語できるの僕だけです。うわ、綺麗なアクセントですね。あれ。いや、でもまだ全然、まあ完璧ではないと思うんですけど、多分なまってるとは思うんですけど。え、いや、日本人そのものだと思う。いや、マジっすか。怖っ。あ、マジっすよ、マジマジ。結構日本語のアクセントを勉強してて、はい。お、いや、完璧と言えるほどですね、完璧。いやいやいや、さすがにそんなことは。すごい。你可以看台湾的工作。我已经几个月。不可以，我没有车。你爱了吗？有没有车？我不是啊。老弟儿懒逼啊。你不是？那你是香港人吗？没有。啊，那他不是？那你用那你用繁体？他广东啊，广东也可能用繁体啊。不是不是，我其实我是美国人的。要等到啊，香港会等到下一代。美国人这么多料。我靠，还行吧，确实是。我也有繁体啊，我喜欢古老一点的东西，我感觉。啊，你是美国哪里的？纽约，纽约。现在你在纽约吗？对呀、啊。纽约现在很危险啊。我点了一下。对，它有点危险。对对，所以你不要出门。对。那你学中文学多久了？我学了差不多十年吧。十年，难怪。对。天哪，比我说的还好。没有啊，我是越南的。你是越南的？狗逼！我听你讲话很像中国人。因为我从小在中国长大的。那你会讲越南语吗？啊，四川话噻，是刚刚四川话吗？这个是越南语吗？不是，是四川话。你晓得四川话吗？我不会四川话，我只会普通话。广东话一点，福州话一点。你还会说粤语？粤语，我是龚小小啊，我是龚小小。哦，你是龚小小，厉害厉害。哎，你们会说中文吗？他不会。哦，他会一点。哦，他会一点。哦。我学习汉语。哦，学习汉语。哦。明年就在中国学习。你是哪里人？苏格兰。哦，苏格兰。Oh, he's from Scotland, dude. I love Scotland. I went to Scotland before one time, but it was a while ago. Oh, damn. Yeah. Wait, where are you from? I want to go to Scotland. You American? Oh, yeah, American, yeah. You sound like Shama. Yeah, I actually am. No way. Yeah. Oh my god, I love your video. Thanks, man. I'm not kidding. Well, no, I appreciate that. Yeah, I mean, I think VR chat, like, I've just been totally quarantined, but this is like, fuck, this is like a
like an actual fun way to, you know. Yeah, I downloaded VR chat tonight because I saw your video on it yesterday. Oh wow, sweet man. That's awesome. Dang, that's awesome. Yeah, that's really cool. Wow, 还出血呀。 我就不明白为什么你们亚洲人玩这个游戏这么厉害。那你是什么人啊？美国人呢、啊、中文那么好的、啊、我还好吧还好吧。我 你到底你是华人还是美还是 正统美国人？美 我 老外啊。哇，学了几年中文啊？我09年在北京待过一年。就一年就学得这么好了？我之前有基础啊，我在大学里边学的。And you're Chinese? No, I'm American. You're American? Yeah. Hey, what's up? What's up, man? I watched your video on VR chat. Oh, yeah? Cool, very, man. Very, very, very impressed. Your YouTuber? Cool, yeah, no, 去年我住在珠海。你住在哪里？ Dude, I know you. Xiao Mai, it's you? Yeah, Xiao Mai, yeah.Listen, wie schreibt man das auf YouTube? Yeah, I used to live in Dude, I did the guy who always goes to restaurants and stuff. Yeah, but now I can't go to restaurants anymore because it's all quiet. Oh my yeah. God, is this that? I watch this all the time, man. I'm a huge fan. Sweet, man. That's awesome. I appreciate that. 你是中国人吗？我是啊，但是我在德国出生的，所以我的中文不好的。我觉得你的中文很厉害呀！我认识你的声音，你做 YouTube 对不对？对呀、啊，你知道我是谁吗？啊 ，OK， 啊，小马对不对？对呀、啊。我看到一个有名的 YouTube。不敢当，不敢当，不敢当。So I saw your videos on here on this VR chat. So yeah.Cool, man. You know, it's funny. It inspired me a little bit, so. Sweet, thanks, man. Yeah. Your videos are very hilarious because you start speaking in English and then you just abruptly change to Chinese and everyone's like surprised. Thanks, man. I appreciate it. 老外会讲中文。哇，这个老外的中文怎么这么厉害呀？哇塞！这么厉害，这么厉害，对啊、哇，太棒了！但是你也是一个中文很厉害的老外呀。对对对。Wow, Matt, what'd you think? That was so much fun. Yeah, that was totally fun, and especially it was awesome to see you speak Chinese like so up and close. It definitely pumped me up to study more Mandarin myself. Oh, thanks, man. I really appreciate. Well, I feel like exactly the same way about you though, because like your Japanese is so good, and also.Your accent when you're speaking English sounds like so Japanese. Like, I'm totally not surprised that people like believed that you were Japanese. It's amazing. Dude, so congratulations. Oh, thank you. You are so nice. Dude, I love that. I love that. Yeah, I can't get enough of that. So, yeah, everybody, you know, make sure you guys go check out the video on Matt's channel. And then, yeah, you know, I would definitely, if you're bored and you have nothing else to do,and you want to learn a new language or practice your existing language skills, I would definitely highly recommend VR chat because it is so much fun and you learn a lot. Totally, totally. Yeah, thanks again so much for having me on. Yeah, likewise, dude. All right, see you guys all next time. Bye-bye!